ちょっとしなかった。昨日だから沼津から清水ぐらいまで静岡来たんですけど、本当にもうダメ、しかも海沿いなんで風が強いし、oh.
Thank you.
後口がすっきり軽めな飲み口となっております。なんですけど、結構ね、フリントだけはね、後口の余韻を楽しめるような重みのあるというかね、しっかりとした甘みのあるお酒になっておりまして、でこちらのお伊勢に関しましては、あの当店のオリジナル商品ということで、あのこちらのお店の開店に合わせて特別に作っていただいたお酒になっております。でちょっと通り過ぎましたが、新酒に関しましては、毎年11月から2月まで4ヶ月間出されているお酒なんですけれど、こちらの方のお酒、毎年ラベルデザインも違いますし、中身 50% 精米の純米大吟醸というのは一緒なんですけれど、工房とか、thank you.
Thank you.